ヘスウス・カピタン・プラダは、スペイン出身の元サッカー選手である。スペイン代表であった。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。レアルベティスの下部組織出身で、レアルベティス B では150試合近くに出場。1997年5月26日の、バレンシア CEF 戦で、トップチームデビューし、1996から97。 シーズン中にもう一試合に出場した。2000年11月19日、セビージャ FC とのセビージャダービーで初得点を決めた。2000から01シーズン終了後、同じ街に本拠地を置く。この2クラブは揃ってプリメーラディビシオン昇格を決めた。2004から05シーズンには4位に躍進し、2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ。 予選出場権を獲得したが、2005から06シーズンは負傷続きで11試合しか出場できなかった。2009年前半にも2ヶ月半の間離脱したが、4月3日の CD ヌマンシア戦で復帰すると、後半途中に投入されて得点した。2008から09シーズン終了後にセグンダ・ディビシオン降格が決定した。2009から十シーズンも負傷に悩まされ、 25試合の出場にとどまるとともに、プリメーラディビシオン昇格を逃した。2010年6月19日のレバンテ UD 戦が、レアルベティスでの最後の試合となったが、この試合には出場していない。レアルベティスは2位と3位のチームと、同価地点の4位に終わり、プリメーラディビシオン昇格を逃した。レアルベティスのトップチームには13年間在籍して、 リーグ戦269試合に出場し、L アイドルでベティスと称されるほどの人気を誇った。契約満了により退団し、ヘレス CD に移籍した。2012年、アマチュアクラブのカマス CF に移籍した。2014年、37歳で現役を引退した。2002年3月27日、ロッテルダムで行われたオランダとの親善試合で、スペイン代表デビューした。 2002年中にオランダ戦も含めて4試合に出場した。ありがとうございます。